はようございます。さあ今日の目玉ついにおおおおおおおこの一番奥ですね。配置も大幅に変わりまして、あれ行かないの、鬼武者行くんだ、角にしましょう。ははやべ昨日やべ、とりあえず昨日のグラフね、マイナス5000枚近いです。まあ、こういうグラフがねちょっと参考までね、これ昨日のブブブなんだけど、なんかこうなってやれたとこだがドンみたいなイメージらしいけど、これいいじゃん、逆にいいわ。いやー緊張してきた。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様おはようございます。サスケでございます。そしてピルタです。はい、ということで本日は2022年の11月23日祝日でございますね。何の日か知ってる、ピルタ？体育の日。え、体育の日。体育の日だけはないね。はい、勤労感謝の日ということでね。ちなみにこの勤労感謝の日、もちろん日本オリジナルの祝日なんですが、本日とある国では祝日になりました。どこでしょう？サウジアラビア。正解。ということでね、昨日ワールドカップでね、ジャイアントキリング、世界ランク FIFA ランク3位のアルゼンチンを打ち破ったサウジアラビア国王が、これはもうちょっと余韻に浸らんとあかん、全員休みじゃっていうね、さすが国王様ということで、サウジアラビアの民も喜んでいると思いますが、本日やってまいりましたのは東京都にございますウエスタン環七南葛西店にてダブルの力という予定だったんですけれども、まあ企画というかはそのままなんですが、やっぱり11月23、まあこの動画多分結構早めにこのように出てると思うんで、はい、順番が前後してると思いますが、私今13連戦の今日が6日目となっておりますが、なぜこの動画が早く出てきたのか、スマスロです。こちらのお店なんと規模としてはパチスロ200台前後ぐらいの、いわゆるまあ東京都だったら普通なんですけど、まあまあ小規模気味のお店なんですが、なんとブブブが7台、バキが4台、リノー3台ぐらいかなの、スマスロ導入がございまして、まあ抽選次第ではブブブ本命で行きたいなと思っていたんですが、なんと抽選6番ブブブ7台ということで、無事にブブブ確保いたしましたので、今回はいつもねサスログはガイモンとやってるんですけど、今日はピロタとね取れちゃったんでやりましょうということで、サスログやっていきたいと思います。まあサスログっていうのは、私サスケがですね真面目にその台を通常時だったり AT 中だったり、いろんなあらゆる要素、演出面であったりね、いろんな要素を加味して、それぞれの項目に星5段階で評価をしていって、まあそれを皆様にお伝えして、まあ何かの参考にしていただくと。ただまあサスログね、ファーストインプレッションでやっているやつなんで、はい、またね評価っていうのはね、その都度その都度変わってくるかと思いますが、とりあえず今日は本当初打ち、ただね前情報としてはまあとんでもないすごい台だっていうのは聞いておりますし、実際今日が導入から3日目になるんで、昨日おとといの全国的なね稼働の状況みたいなのが、やっぱインターネットを通じてね、ツイッターとかで上がってますけれどもね、コンプリート機能1万9000枚で打ち止めとかっていうのももう早速出ているとか、まあとにかく上にも下にもすごい話を聞きますんで、まあ実際のところって言ってもね、1日で本当にそんなブレるか分かんないですよ。なんか終わってみたらマイナス500枚プラス500枚もあるかも分かりませんけれども、収支やサマイは一旦置いときまして、どんな台かっていうのを私自身も興味もありますし、さらにはまあ皆さんも興味あると思うんで、サスログとしてお届けできればと思います。ということで突如決まりました、サスログブブブ編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで取れました、スマスロ第1弾 L 革命機バルブレイクかな。まずちょっとこの筐体を俺は紹介したいね。まあシダ動画とかね、そういうの見てる人はあれだけど、俺シダもやってないんで初めてなんですけど、下皿はあるんだけれども、キープスペースって言ってな、こうやって、あ、これうちの息子なんだけど、可愛いでしょ、可愛いんだけど、物を置く用のね、はい、場所があって、もちろんメダルは出てきませんと。ここに係数ボタンがあって、これを押すと多分あの終わりの時の係数、拡大係数機が中に入ってるんで、今回チョ玉なんだけど、再プレイボタンを押すと50枚、あ、飛んできた、50枚飛んできましたね。はい、まあこれ普通にお金入れてもここに50と飛んでくると。これもう一回押したらどうなの、あ、ブブブブブっつって、なるほどね、ここに溜まっていくと。はい、そんな感じで早速やっていきたいと思います。まあ三強のね、その感じ、もう言ってもメダルがないだけの台自体はあれだね、三強のだからシンフォギアとかエヴァとかと同じような感じでございますけれども、まあちょっと本当にまあまあスマスロっていうところがちょっとあれですけれども、厳密に言うとね、スマスロも 6.5 号機に入ると。で 6.6 号機以降で 6.2 からかな、 S ってつくじゃん、機種のタイトルで S
番長ゼロみたいな。それがウマスロは L がつきますね。 L だから設定 L があるからちょっとややこしいんだけど、でその L とあの S の違いがそのまあスマスロかどうかで、ただスマスロって言っても結局はこれスイカフリーでよかったっけな、確か右はフリーで、ただ確か全部なんか取りこぼし的な概念あんまなかったやつだよね。あ、これチャンス目っぽいね。リプレイフラグ今10足されたと。でその有力感の上限ゲーム数が、まあ6号機で1500ゲーム、6.2 号機で3000ゲーム、6.5 号機で4000ゲーム、6.5 号機の L スマスロが上限1万ゲームだったな、確かなしだっけ、まあ実質なしですねっていう、まあ基本的な仕組みはさておきまして、めっちゃ赤いね、はい、もうチェリーリプレイですね、これ子役じゃん。10これなんかちょっと偉いチェリーじゃないか。まあ台のことはさてお、台のことはスマスロかどうかはさておきまして、この台のね成功でブーストチャンス、はい、今何やってるかっていうね、いきなり台の話になるんですけども、真ん中期待と1短縮20、はい、これで20ということですね、はい、ということでやっと台の話になりますけれども、まあバルブレイブ荒い台だというところまでは皆さん聞いたことあると思いますが、私も初めてなんですが、こちら AT 機ですね、純増がなんと7枚、高純増 AT 機となっておりまして、結構でも中身としてはシンプルです。通常時はチャンスゾーン、規定ゲーム数到達からのチャンスゾーンを、成功すると疑似ボーナスに入ります。で疑似ボーナスが、まあ、ビッグとレギュラーみたいな感じで2種類あります。名前がね、革命ボーナスと決戦ボーナスですね。当然ビッグの方が AT 期待度が高いんだけれども、その疑似ボーナスを経由して AT 革命ラッシュっていうものを目指します。でその革命ラッシュっていうのに入ると純増7枚でモリモリ増えていくんですが、1セット10ゲームから100ゲームセット継続の取得だったり、ゲーム数の上乗せだったり、あとは継続ループ率があったりして、目指すものはその革命ラッシュに入ったら3連を目指します。3連すると上の超革命ラッシュだっけなっていう 90% ループになります。最初が 77% 77% ループを3回通すと 90% ループになりますよ。もう本当それだけです。なんであの覚醒ハイパーみたいな感じ、パチンコのユニコーンでいうと。でもまあ一応継続率的には2段階制 77% から 90% になる。なので通常時はまず今これなんかやってますけど、これ規定ゲーム数ここですね。実際に今57ゲームしか回してないんですけど、それはレア役引いたり、さっきのブーストチャンスでゲーム数を短縮したからで、今これゲーム数の全長が走っていると。通常時はかなりシンプルな、そのレア役でチャンスゾーンが当たるとかはないです。発展人間やめますか、どっちを選んだらいい、イエスやめた、当たった、参戦、ああ当たってないんだ、当たったかと思った。でも金文字で共闘、あ共闘 V、 ああこれ当たってますね、はい、これがチャンスゾーン、マジで何も分かんないけど、はい、100のところで当たりました。でこのチャンスゾーンが、共闘 V チャレンジ、10ゲーム継続ボーナス期待度 52%、 攻撃成功や V 揃いでボーナス、3人共闘だったら注目度がアップと、期待度がアップと。100のところでいきなり当たりました、ラッキー。ゲーム数は71、ここのカウンターで100ちょっとですね。ベルがチャンス、あでこの共闘したキャラクターが、まあ、何人もいて、このキャラだから、ベルがチャンスだそうです、はい、このここから10ゲーム間で、お V を狙え、 V が揃っても当たりです。まあ揃わない、攻撃しますか V、ああなるほど、これナビか、卓押しのナビでベルだからこれでダメ、なるほど、一発告知なんだね、ああいいね、ベルナビは出るんだね、ちゃんと。お赤いよ、おおすごいボタン当たった、めちゃめちゃ簡単に当たりました、はい。で大事なのがこの後出てくるボーナスが革命ボーナスか決戦ボーナスで、これ革命ボーナスは50ゲームプラスアルファで純増7枚でなんと平均470枚もらえる。で決戦ボーナスはベル8回で終わる。ゲーム性がそれぞれ違うんだけど、まずはどっちか見ましょう。サクッと当たりました、投資が、あこれ赤が止まれば、お革命ボーナスって偉い方でビッグビッグやった力、はい。で書いてありますね、あの50ゲームで、でこれ純増7枚あるんですよ。
払い出し15枚なんです。なんですけど平均400何枚もらえるんですけど、この革命ボーナスめちゃめちゃシンプル、ここにあるよね、簡単666枚払い出せば AT 確定です。なんで目指すのはこの50ゲームで666枚、だからベルナビをいっぱい引くもよし、ただレア役を引いたりすると減算が止まったりするらしいんで、普通に言ったら純増7枚の50ゲームだから350枚しか出ない。でもそこにこう減算ストップとかが相まって666まで伸ばせれば AT 確定です。え、今のところオールベルで、これこのペースでいったら余裕ですね。これ全部なんか下皿から出てこないからなんか違和感あるけど、え、これだけでもいいんだよ。これめちゃめちゃベル比率が高くても、あ、これでダメでした。でこれ払い出し、あ、じゃない、サマイなの、これ払い出しじゃない。あ、なんか引いた、これチャンス目みたいな引いた、リリース中段リリースは何も、あ、チャンス目 A です、ダメだったんだ。で今の多分レア役とかで減算がストップしたりして、あ、1枚の払い出しでも1枚ちゃんと増える、これ通せばもういきなり勝負だから。革命ボーナスの AT 期待度が 55% あります。 55% 全役でゲーム数のホールド抽選だそうです。全役なんで、こういうのでホールドしてくれるといいと。今ちょうど半分終わって248枚だから、まあ、500枚ペースこのままだが届いてない、やっぱ何らかのホールドをさせないとダメと。この仲間が今4人いるんだね、 今はいないんだけど、これが参戦するとなんかいろいろいいことがある。よくないなこれ、期待度 55% は通したい。お、いった、ホールド発動、止まりました。このホールドしている間に、お、あ、ベル、この人ベルの子だからうおーって言ってたけど、あ、終わっちゃった、はいや、3ゲームだけで、まあ3ゲームでもね、純増7枚ってこと考えたら20枚もあるから、あー、届くかな、届かないな、このままだとラスト。ただこの台の面白いところが、こっからベルナビが出続ける限り終わんないんですよ。こっから10連続ぐらいベル引けば、12連続ゲームベル引けば OK、 これで終わんないです。そうそうそう、これで終わんないの、めっちゃひりつくのよこれ。いや、うまいうまいうまい、もうちょっと、よし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 、頑張れ。いや、引いてる引いてる引いてる、もうちょっともうちょっと引いてる引いてる、あと3回ぐらい、ちょ1回手止めちゃったけど、15枚かける2でしょ、30で58、あと3ゲームベル引けば AT、 うわ終わった、終わりました、終了画面はこんな感じということで、今まあまあなチャンスを逃したと。なんか復活の煽りが失敗しました、はい、494枚、ただまあ494枚も出たんですよ、短縮プラス10、はい、で2周目、そんな感じで今まあ運よくというか、はい、あの100で当たりましたが、一応この台 そのスペック公開されている数字を見る限り、なんとさっきのチャンスゾーンの突入率が1で277分の1、6で258分の1、ほぼないんですよ差が。でボーナスの初当たり1で519、6で490なんで、もうほとんど設定差がないんですよ。なのに機械割は 97% から 114.9% っていう鬼の差があるんで、単純に AT への突入率の違いか、 AT 入った後の継続出玉力の差があるとしか思えないんです、数字だけで比較すると。一番分かりやすいのではビッグとレギュラー、革命ボーナスと決戦ボーナスで、革命ボーナスの比率が6は高い、やっぱ革命ボーナスは平均で400何十枚取れて、決戦ボーナスの弱い方はベルナビ8回なので、はい、でこれがゲーム数の短縮のやつ、レア役から入って都心にちょっと短縮の期待度が高い、ダンスが続くほどチャンス、まだまだ、おブーストチャンス自体に継続率が30、はい、で一気にめっちゃもらった、まあ、こういう感じで、とにかくこれを進めていって、でここにあるマス、多分この赤いマスは期待度が高いところだ、つまり200、200、300、400、500、600、700、800、900、1000まであって、この200の赤いところを外したらおそらく、で今これ100の青いところはさっき当たったところだけど
緊張感もないからダメってことなのかな。で失敗後ボーナスの終了後は AT 引き戻しチャンスに移行って書いてあるね。じゃあこれあれかな、66ゲームのやつかな確か、AT 後とかボーナス後その引き戻しっていうのが66ゲームっていうのがあるらしいんで、ボーナス後も行くのかな。投薬確率は一切出てないです。なんか共闘薬みたいのがあって、アクエリオンか、そっかアクエリオンも参考かみたいな感じで、左にチェリーが入った状態で上段でリプレイが揃う共闘リプレイっていうやつと、チェリー上段からの右上がりベルの共闘ベルと、チェリー上段からの中段スイカの共闘スイカっていう、だから本当アクエリオンの合体薬みたいなやつがあるんだね。あだからこれでさっきの参戦した時点でチャンスゾーン確定かつこの人のチャンスゾーンってことかのダメでした、ね、でこれが100のゾーンの失敗だろうね。あでも本当コインを入れないっていうのがちょっとまだ慣れてないで、まあアクエリオンとかシンフォギアと同じメーカーだけどで似たような感じ、規定ゲーム数でチャンスゾーンなんだけど、違うのはそのレア役だね。レア役からのチャンスゾーンとか AT 直撃が現状まあなさそうと。レア役は基本的に全てこの短縮ゲーム数短縮アベシだね。アベシ北斗天もう今時アベシで言っても分かんないか、北斗天聖なんてあれか俺もほとんど打ってなかった。いやさっきの AT 一発目で取れんかったの痛かったな。400踏みましたんで、ああこれあれか、前兆が来た、だバイオセブンみたいなやつか。前兆が発生した場合は、このマークが多分つくのかな。この白いところでは300台では前兆来なかったから何のマークもない。だまあ通常時モードとかいう概念があるのかな、もしかしたら。まあ情報を見た時点からちょっと察しはついてましたけれども、通常時は結構退屈というかね、ひたすら、まあ、規定ゲーム数待ちなんだよ、待ちです。通常時はねレア役からさっきのブーストチャンスとあと革命アクセルだからな、この加算が2倍になる一定区間、一定期間がそのブーストチャンスっていう一気に短縮してくれるやつ、もうそれだけだよね。いやこれハマって化け出てきた時、決戦ボーナス出てきた時マジきついな。で逆に言えばあのビッグ革命ボーナス取れてればあれでやっぱ500枚近く取れるからあれがだいぶでかい。パチンコで言えばへそだったけど、へそで2分1負けたけど1500発出るみたいな、そういう感じだから。あこれこれいいね。今これあの貸し出しボタンを押したんだけど、打ってる最中に押してもこの回ってる最中にもって、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけどメダルではできなかったのね。そこ無駄にメダルと同じで、そうちゃんとスマートいいね、そうだスマート、ここ今んとこスマートっぽい。ちょっと介入余地ないからね、低ゲーム数だからさ、例えば1000が選ばれてたらあとはまあなんとかして1000まで短縮を頑張るしかなくて、もう1000まで当たらないことは確定しちゃってるから、しかもそれでチャンスゾーンだからね。さあ天井の前兆が始まったかな。チャンスゾーン通してビッグとレギュラーの振り分けに打ち勝ってビッグを引いて、さらに 55% で AT まで入れると。ただまあ今回この、まあ、スマスロ、L 6.5 号機の L 機になったんで、有力感はゲーム数の上限っていうのが、まあ、なくなった。ああ初めて滑った、お初スイカ、初スイカ引きましたけど、はい、なんでおそらくこのサマイ的にマイナスでの吸い込みをどれだけしても絶対にリセットはされないと。有利感がリセットされるのはこちらにとって有利なリセットのされ方だけ、まあ、つまりサマイでいっぱい出た時だけに多分なるんで、だからまあ例えば5万10万入れててもその間、まあ、途中で1回ね乾燥とか乾燥じゃなくてもその有利感がリセットされる条件を満たしたらあれだけど、多分そのステータス的に出玉が出た以外のリセットがないだ、ないだ。でもしかしたらもう本当にサマイでプラスになるまではリセットされない仕様かもわかんないし、ああこれで発展は、さっきもこれで発展したけどな。まあじゃあやっぱ強いは強いからな。で誰、ああリプレイっぽいな、ベルの方が強そうな気がするんだけど、これってもうこいつと一緒にチャンスゾーンやるってことだから、おそらくでチャンス目か、1ゲーム2ゲーム早いな。実際のゲーム数は648ゲーム天井ですね。リプレイがチャンスって書いてあるね。
リプレイなんてあんまり来ないもん。やっぱベルの方が良かったわ。お、下段ないんか。リプレイフラグか。で今のリプレイやんけ。ほらリプレイやん。おー揃った。リプレイがチャンスってそういうこと。はい、とりあえずチャンスは突破で、まだよ、まだ革命ボーナス、革命ボーナス、赤7、赤7、よし。これでね、やっぱ400枚ちょっと出てくるっていうのはでかいな。化け引かなければ大怪我はまあまあ長い目で見たらあれだけどっていう感じではある。だからこれ化け引きすぎたらマジで死んじゃうと思う。本当に。あ、すごい、スマスロだからコインが本来であればこれ15枚が払い出される。払い出しが終わってからしかベッドが押せないはずなのに、さすがスマスロ、払い出しがクレジット上のデジタルでしかないからすぐ押せる。実質ウェイト時間が長いというか、ほら払い出されてる最中にもベッドが押せちゃってはかどる。いいね、ほらこのいちいち待たないで。あ、切れた。ちょ、あと1、ちょ待って、あと、あ、こっからちょっとベル3連ぐらい、3連ぐらい。バカ、遅れナビないの。もうあと40倍よ、ベル3回よ。やれねー、やれねー。お、これいわゆる今日初の連続演出に多分失敗してからこれ行くパターンだから、いわゆるチャンスアップパターンではある。お、急になんか偉そうなのだよ。誰なんだこれ、誰なんだ。共闘のパートナーがわからん。はい、さっき緑色だな。すげえウーハー、まだな。スイカが超激アツ。待って待って、めっちゃ偉そうだよ。そんな俺うますぎん、力そんなうますぎることある。スイカの、あ、チャンス目 B。 いやそれ当たるわ。いやもう完璧1ゲーム。はい、ゲーム数は150、200のゾーンですね。でチャンスの成功、はい、よし、でかい。ホールドしたよ。アキラ、アキラって初めて参戦したけどワンチャン。あ、まだ3ゲーム1セット。あ、レーク何にも出ない。この人長い、ホールド長い、この人ホールド長いよ。大チャンスなのにベルあんまり引けなかった。来た来た来た、アキラ頼む。熱い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 、これこれはいったろ。いや、なんでここでベル引かんの。いやもうすげえストレス。熱っ熱っ熱っ。こっから行けなかったらマジでクソクソベル引かなさで、さすがに行く。あーすごい紫色。うわー外れる、これよし、いったわ、やっといったー。これはもういったと言っていいでしょう。よしオーバーキル、よーし完勝していきましたー。9ゲーム残して行きました。でまだもちろんボーナスは続いてた。1万4000円ね。あ、今もうすごいボーナスだけで、そっか、さっき早かったし、これでやっとスタート地点の1段階目ですね。ただ実際50ゲームあるから、これのボリュームがすごい。こっから先って基本10ゲーム1セットらしいから、はい、行きました。でこっから革命ラッシュ、はい、
フリーランプを全て点灯させて超革命ラッシュをつかみ取れ、残り3、まあこれ覚醒ハイパーと同じですね。3セット継続させてくださいねと、継続率がおおむね 77% らしいです。ただ通常時に転落してからの66ゲームの引き戻しも含めてらしいん で1セットが10ゲームから100ゲーム、順当7枚なんで、これ100ゲームとかだったらもうそれだけで700枚出ちゃうんだけど、これ20、10ゲーム、1回目はそのぐらいもらえるのかな。でこれ消化中はこれでゲーム数乗せとかセットストックとかの抽選をしているらしい。だからセットストックは激アツ、負けた。さあ頼むよ。この後腹切りチャレンジ、うわレク強チェリー、いや強チェリー、えスタンバイって何、これがデフォルトなのか分かんない、え何スタンバイ、ああ有力感が今切れたかどうかみたいな話かもしれない。今の数ゲーム感がまあ分かんないけど、でこれが今から3ゲーム以内に V をつく、え俺の強チェは、まあいいわ。ああこれ各アクションごとで8で7、6、5みたいな、おおいったよかった。ああこれで2セット目ね。だから今の多分あの間腹切りチャレンジの前にあの謎のスタンバイを毎回か分かんないけど通すことでここで有力感が切れたか分かんない、実際に切れるケースもあるらしい、分かんないけど。隣も入ってるね、スタンバイ。あと2回で10ゲームね、2回目は。さあ10ゲームで2セット目が終わりで、やっぱスタンバイ通すんだね。ああ、はい、77%、まあ、これもどういうあれで抽選されてるかなんかようわからんけどね。ゲーム数の上乗せも確かあった気がするんだけど、革命ラッシュ中のレイアクはレイアクで上乗せ抽選、ゲーム数を乗せオアストック乗せだよね。そう強制でどっちも引っかかんないけどちょっと引っかかるよね、むしろ。さあめちゃめちゃ大事なここ、今んとこここで消えてるよ、まずい。終わった3。ただ一応このあと66ゲーム以内は引き戻しっていうのがあるらしいです。それまで込みで 77% らしいんでどうだか。ということで1回 AT やったけど、まだこれ本当あくまで、まあ、何の情報も出てないし、まだ本当触ってみた感じだけど、いわゆる、まあ、シンフォギアというかの継続じゃないけど、ちょっと神の見えざる手的な、まあ、どういう抽選方式かがね分かんないよ、その継続に関する部分が、まあ、これね抽選はね出した方がいい気がしますね、今後。もちろん今はまだ出てないと思うけど、今後どういうあれで継続っていうのが分からないと、例えば普通にその前役で1ゲームあたり何パーみたいな抽選を仮にしてるんであれば、それをちゃんと出さないと、継続してる分にはまあいいよ、でも継続しなかった、さっきみたいな3回目で失敗した時俺のせいじゃないっていうか、あまあ無理だったやつ、あこれはもう終わらされたやつみたいな風に思いがちになって、なんかこう納得感がないから、まあ、3強だからね、正直出さない気はするけど出した方がいい気もするなって。要は今までで一番注目を集めてる3強の台であることは間違いないと思うから、パチスロにおいて言えばアクエリオンはそれなりに解析出してるけど、それでもまあやっぱ謎な部分もあるんだけど、シンフォギアなんてマジで何にも出してなくて、まあ、あの台は変な話そんな流行ってないからいいんだけど、このブブブに関してはせっかくなんかあれだから、なんかやっぱ納得感を感じれないと別にいいんだよ、もう決まってますなら決まってますって言えばいいだけの話で、なんかそれをなんか分からないとやっぱ負けた時に納得できんけど、まあ犬夜叉的な感じで行くんだったらまあいいんだよ、そういうんじゃねえ、いいだろ1万9000枚出るんだから、実際出たろ見たろお前らっていうので、まあいいっちゃいいけど、まあそっちで来たかっていう気がするけどね。個人的な好き嫌いはさておき、まあ確かに、おこれはもうどっちかだわ、京都ベル100リプレイフライ、
ただこれも別にこの前兆が当たる当たらないにはおそらく影響しない。あ、でもでかいな。あ、アクセル4倍速、これ革命アクセル行きましたね。4倍で乗ってくんで、まあ普通に行ったら、あ、だからしかも当たりそうだったらあんまり4倍関係なかったな。もはやこれ別にオーバーフローするわけじゃないと思うから、オーバーフローしたらでかいけどね。これは当たるでしょさすがに。これ4倍速入ってる、これ2倍から5倍まであるらしくて、あ、出たかな、追加で大超超チャンス。でも追加なんて引けねえからさ、そう簡単に。ああ、めちゃめちゃ強い、これ当たりました。これ分かりにくいけど200のところですね、はい。まあ、書き換え的なものがあるかも現状分からないんですけど、おそらく200での、ゲーム数で当たったと思われます。追加が超激アツ。うー、普通に揃う。チャンスゾーン全成功ですね今のところ。で、まだ1回も引いてないよ。いい、このまま今日引かないでいい。よし、ビッグ。実際のゲーム数が203ゲーム。今正直こうなってるからいいんだけど、チャンスゾーン全部通した上で1回天井まで行ったから、だってチャンスゾーン自体を全て通してしかも全部ビッグだから全然戦えてるけど、まあ前日のねマイナス5000枚のデータを見ても1個でもこぼしたらもうそうなるんだろうなっていう。チャンスゾーン失敗とか決戦ボーナス引いちゃうとかっていうのになったら、まあまあやっぱそうなるんだろうな。やってなくても分かるよ。いやー、めっちゃ際どい。霊気引くよりベル引いてたら行ってたまである。さあ、あとベル2回か3回。よしよし、届いた？届いてない、あと1回。ははあと3枚。よし、力届いた。よし、はい、で最初は20ゲームスタート。いや、あの最後の追い込みいいね、ベルさえ続けばっていう。ここ多いね。よし、頼む、一回でいけ。ここの第三停止めっちゃ大事。よし、これでいいんだよね。3つ溜まったもんね、はい、覚醒ハイパー。さあ、これで超革命ラッシュ、90% ループになりました、ね、革命ラッシュスーパーでした名前。ひたすらこれを 90% で乗せつつ、まあゲーム数の上乗せやセットストック、あと2択のね 7V を狙いが出てくることがあって、それ成功するとなんかちょっと特化ゾーン なんかがもらえた気がする。出てからでいいか。お、放出、お、ストックがあったの。1回目入った時は絶対行くのかな。あ、で初期ゲーム数が優遇されるらしいですね。なんで大体10なんだけど、これが20とかが結構選ばれたりするようになるのかな。でいっぱい乗せますかっていう演出が来ると爆発これね、いっぱい乗せますかっていう演出が来ると3桁ゲーム数以上のペース最大500ゲーム。これ500ってさ、3500枚出ちゃうから有力感が的な意味でへこんでる時しか乗せれないと思うんだよね。90%だからね。ああ、ムムちゃんムムちゃんムムちゃんプレミア、ムムちゃん通過。ああ、腹切りドライブ、なんでなんでなんで、え、やばい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 、なんで、力、ムムちゃんやっぱ強いってこと。100ゲーム以上の上乗せ発生時は追撃ドライブ発生のチャンス、
追撃が発生するために100ゲームを上乗せ、追撃ドライブの最大継続率は 77% で、あの V の2択成功時でもこれが出るらしいから、別のルートで入ったの追撃っていうのが出たらやばい。あ、出ない出ない痛い。これ100って700枚だからいいのこの台、いいのやっぱムムちゃんは当たるだけじゃなかったんだ。ここでユニコーンが切れててもおかしくないけどね。まあ、レバーをね、おーおーおー、普通の弱チェでした。うわー、いった、弱チェ引いたから、やばー、この時点で50オーバー、あー惜しい、50以上確定で、100いったときはさらに追撃のチャンスだったね。今だからあのチェリーが効いたかどうかわかんないけど、効いてるとはあんま思えないんだよね。この中でなんか強調とか引いて弱者引いて50ももらえていいのかな。あー、コンプリート機能発動あるか。まだループとしては3連ぐらいしかしてないんだよね。100と50があったからめっちゃ出てるけど、あー怖い、初めて最後まで行った。うわー、レア聞いて、うそやん、うわー、なるほど、さすがにね、さすがにね、カラキリキャチャレンジ終了の前にそういう感じね。あの過去振り返ってなかったわ今ふと思ったんだけど、5号機これないよ。6号機になることによって5号機では制約だった群像3枚を超えてはならないっていうのを超えれるようになって、でその代わり6号機には厳しい制約がついたものをうまくかいくぐって、瞬間最大風速的な意味で言えば4号機でも、まあ、あのボーナスの連打はあったけど、このこうなってくるともう多分ここ20年で、まあ、1番というよりここ20年こんな台はなかった。こんな台俺見たことないわ。完全にこのシステムどうこうっていうか、もうこの純増7枚がこうやって、ちょ待って待って、お前今褒めてんだよ、どっちかっていうと。終わんのかい。ここで、あ、さっき終了画面違った。あ、さっきね、なんか女の子たちいたもんね、終了画面。あれ復活したとかだったのかな。ということで12-2451枚ですが、一応これ終了後66ゲーム以内に引き戻しのチャンスがあって、実際隣は革命ラッシュハイスーパーから一回戻してたんだけど、それ込みで 90% らしいんで、はい、まだ分からん。ちなみにもうこれほら純増、これ見たことないよ俺、このグラフ垂直に上がってるじゃん。俺はまだちょっと終わってないと思ってるから、今もう持ち玉3000枚だからね。パチンコのゲンさんの超イダテンみたいな速度感で言えばこんな感じだね、まあ、10ゲームとか20ゲームぐらいのやつ でたまにあの50とか100みたいな、それを速度までパチンスロで再現してるって別にパチンコに似せようとしてるわけではないと思うけど、あ、これはこの本当にとんでもない台が出ちゃったね。結構異次元ではある。一つの当然この台の評価要素としてはね、本当にすごいわ、すごい関心の一言なんだ、すごい驚き興奮もある。ただ楽しい楽しくないっていうのはまだやっぱ別だからね、サスログなんでちゃんとこう評価していきますけど、ただもうあの AT はマジですごい、ただ一言すごい。65 66、ああない、いや俺ずっと待ってたのに、ああ66ゲーム経過しちゃった。これで完全に終了です。うわ、67だけど終わってなかった。67ゲームゲーム数的にはすげえ、やっぱり革命ラッシュスーパー終わってなかったわ。あ、押しそびでしょうか、帰ってきましたっていうね、終わってなかったの。これはわざとこうやってんのか、何らかの規制的な何かを突破するために一旦こういうのを潜らないといけないのかわかんないけど、ゲーム数では67でした、ね、本当に何にもなくいきなり、だから前兆で連続演出行ってとかじゃなくて、怖いなぁ、うっ、そう大事です。あの押せない押せないみたいなやつもカバネリとかであるやつも
犬夜叉じゃない鬼武者もあるけど、あれはあれで演出としていいけど、この台に関してはやっぱこの速度を多分殺さないために、言うて10ゲーム1セットとかでサクサクいくから、まああえてなんだろう、ブラックアウトピューンとしてはいみたいな、まあその方が結果的にはいいと思う。最初からなんか一番最初はね、おおよかったってなるけど、これをただ永遠にこの速度で出すときに10ゲームに1回そんな本物のフリーズされてたら正直かなわんわってなる。逆に本当にそれあるかもしれない、それが出た場合はあの腹切りドライブとか偉いやつゲーム数めっちゃ乗るときとかにやるのはいいと思うけど、あこれチャンス目 A だ、チャンス目 A だよ、今ないんだやっぱ、今第一でなんかピシュンって言わなかったけど、あ金だ、カウントダウンが、スマスロだから表示されてるだけで、なんだったらマイって書いてあるけど、もうマイでもないんだよね、メダル関係ないから。これ普通に出玉あったら多分すごいんだろうけど、今実感があんまないもんね。なんとこれで今一撃3300枚で持ち玉と合わせてすでに出玉が4000枚、12時45分、これは満枚出るわ。この速度が大事だよね、実際満枚。鬼武者とかカバネリもさ、なんなら出てもおかしくないぐらいのスペックだとは思うけど、あの速度だと結局出始めたのが遅かったらもう無理なんだから、1時間で800で5000枚出るからね。理論上これが2時間続けば確かに出ちゃう。あー助かる、いやこの3ゲームの各アクションこれまあまあいいいいわ、緊張感が。あー危ない危ない、おい、あなんか変な終了画面、うわマジ変な終了画面やん。一旦はここでの復活はない、再び終了一旦しましたが60、まあさっき7まで当たったんで67まではまだワンチャンあると思って打ちましょう。いややべえなこの台マジで、今すでに持ち玉が4500枚、シンプルにやばいとだけ言っておきます。66ゲーム以内って書いてあるけど、隣の台のあの戻しが65で俺がさっき67だったから、やっぱそこら辺が一番あれなのかな、この辺でいきなり来たりもするのかな。これめっちゃ大事だな、66ゲーム戻ってきたらまた出るんでしょ、弾が、弾は出ないんだけど、もはや弾ですらないんだけど、あードキドキしてきた、ドキドキしてきた、あと10ゲームぐらい、さあここじゃないよ、65 66 67、あー68 69、ないかー、あー完全に終わったってやつだねこれが、はあなるほど。でこっからまた旅ですね、旅、もう562、実ゲーム数が432と、はい、500のゾーンでチャンスゾーンと、よし揃ったチャンスの成功からの、まだ一度も引いてない、いらない、革命赤、あー引いちゃった、決戦ボーナス初めて引きました。で決戦ボーナスはシンフォギアですね、決戦に行きます。で、仕組みとしては4ゲージあって、こちらの攻撃が4回成功すれば AT、 それまでに相手の攻撃を食らうと終了なんですが、これ押し順で左ファースト、中ファースト、右ファーストで、ただ左ファーストはまあ基本来ないんで、ほぼ来ないんで、基本はでこれデンジャーだ、これはダメなんです、だからこっちが攻撃になる、で攻撃でこれパンチ1個なんで、多分これこっち右ナビを引ければ1個削れると、
でこれ引いたらどうなるのっていうと、これ引くともう1回やって2連続でデンジャー引いたら終わる。だから結構長引くときは長引く。これでとりあえず右を引きたい。はあ、はや、これなんか地出しもない。これで1回食らっちゃったんでピンチ、はい、これがエンドで、でもこっちは多分大丈夫だと思います。はい、攻撃で、これ2連続の1回これやれば今負けたのもなしになる。2連続でだから呼ぶ位置なんだよね、終わる。ここで右を引ければ大丈夫。よし、これで攻撃が一発入って、はい、1個相手のゲージを破壊。でまた次のラウンドに行って、ここでレア役とか引くとこれがもっと強いやつになったりする。でまたこれ最悪これ引いてもまだ大丈夫。ただここで左ファーストを引ければ当たり。よし、いいよ、あと2回。ここでレア役とか引いたりするといきなり、いきなり勝利とかも。右を引けばいい。ああ、これ粘何にもないんだよ、いきなり来る。これなんか引ければ、ああダメか、はい、さあこれで中引けば助かる。助かった上にリーチで終わりと、はい、だからまあまあわりかしなんかやれそうな気するよね。2連続じゃなきゃいいっていう。ただこれは2連続引いちゃったんでおしまい。まあ、ただこれじわじわしてて一応金戻し可能性は残ってると。お、これやったわマリエ。だから参戦後めっちゃ、だからこれ多分確定じゃない。マリエ全役で大チャンスって書いてあるから単独参戦でのみ出場。あ、これ複数のやつが参戦することもあるんだ、3人共闘だ。でもこれ一番強いやつも絶対入る。白でその前赤で全長すらいかなかったの。だから多分モード B 確定的な何かだと思うんだ。振動で携帯が落ちる。チャンスの実質突破確定じゃないかな。え、これでダメだったら嫌だからあれだけど、2900、1600枚いかれました。全役が大チャンス、レークが超激アツ。あ、もうやばいやばいやばい、なんか引いたわ、レア役引いたわ。あ、レア役じゃないけどもうすごいわ。あ、もう何でもよかった。いや、とてここまで正直チャンスゾーンはね今1回しか失敗してないから正直それほどでもないの。問題はここで、ここに赤7が止まるかどうか。あー、これなのよ。また決戦ここに来て、さあ中で無駄にレア役2回引いたけど、あー、さらば。あー、参りました。700で当たってないのかな。まあこうなってるとね違うな、800なんだ。700か800なんだけど B 点だと思う。リプレイ、よし、776。なるほど、もうキチ決戦しか怖くなった。チャンス目なんもねー、チャンス目 A なんもねーのかよ。なんかガードせいや、レークが基本この台いらない台、レークが関係ない台だよ。
ス。あ、でも70加算されたな。ってことは1個前でやっぱ当たってた700かな。オーバープローしてたの。あ、 AT じゃん。あ、66だ。スルー点じゃん。これ AT 入りました。決戦を3スルーしたとこなんだけど、これ革命らしいよ。はい、なんでもしかしたらこれは3スルー天井的な感じかな。引き戻し的なあれ、まあまあの可能性もあるし、まあ引き戻しかもしれないし、まあわかんないね。もしかしたら決戦ボーナスのスルー天井の場合はそういうもう決戦ボーナス中に完結する可能性もあるから、まあ一応引き戻しっぽいよ、ね、見た目的には。参りましょう、革命ラッシュ。まずは3発通さないといけない。でもこれ馬系の引き戻しで入ったんだったらなんか設定ありそうな気もするんだよね。わからんけど、やばいって、やばいって、危ねー、おえー、こんなところでこけるわけにはいかないんだよ。強チェリー、強チェリー、ただの V？ あ、やっぱり V スト、あ、違う、2個目ってだけだよね。いや、強チェ引いてっていうだけだよね。あー、まあ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 、続いたことはいいことなんだけど。よいしょー、いったー、よーし、スーパー。何枚スーパーだった、2500枚ぐらい吸われてるんで。ああ、ブリフかやっぱ来た。入った時は1回保証っぽいね。あとは腹切りドライブだね。腹切りドライブとあの V の2択チャレンジ。100いけ、100いけ、あー惜しい、惜しい。まずい、まずい、あー、うわー、画面も普通終了。はいや、ラッシュ7、934枚。あとは66ゲームチャレンジ。70?71。あー、消えた。マジか、終わったー。あー、まあ洗いないってことは分かったし、もしかしたら設定あるやも分からんけど、まあ、早速早くね動画を出すためにもあまり素材が長すぎてもあれなんで、もろもろ考えて今日は一旦初打ちはこれにして、ここまでにしておきます。お疲れ様でした。最後まとめてね、早速評価していきたいと思います。グラフはまあ本当すごいね、初めて見たね、この角度は。ここから一瞬で4000枚まで行って、まあ、一瞬というかね、2500枚行かれて最後1000枚弱で、で、まあ、勝ちは勝ちなんで。ということで午後4時時点ですね、店内状況見ていきたいと思いますが、まあ、ブブブは荒波ですね、はい、クソへこんでる台もあれば、この台今ちょっとグラフ見れないですけど、クソへこみから持ち玉で今4000枚あるんで、バーンと一撃で出て今プラスと、あとはまあなんかこんな感じで割りかしまあ揉んでるというか、まあそれでも2000枚近くの幅あるけどね。
はい、でこの台も今2000枚持っててちょっとどれぐらいへこんでるかは分からないと。だからこれとかね、これもうめっちゃギザギザしてるんで、まあ高設定のやれてないだけなのか、もしくは分からんっていうような。犬屋車がね1個、まあ、めっちゃ出てて、ただ残り2台がね両方2000枚クラスでへこんでるんですよ。なんですがこの後あとガイモンがいる火災店の方行くんですけど、向こう犬屋車2台で2台とも六角出てるってことなんで、まあ、合同で全6やるんだったら犬屋車このグラブでも可能性あるんだと。であとレールガンがただこれまあわりかし綺麗に2000枚、まあ大へこみでもないか、今2000枚プラスと。ただもう1台は結構厳しいと。あ、六角ですか。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで今ちょうど目の前でアクエリオン打ってる方が六角が出てるということで、まあ1台しかないんで単品で。あとはバキはスマソロなんでね、持ってる弾で言えば2000枚の方が1人で、あとは300枚200枚ただ人が変わってるかもしれないんですけど、ただグラフ的にはちょっと厳しいと。あとバイオ RE2 がこの台めちゃめちゃ綺麗に、なんか6号機みたいな出方で2000枚差枚で、で隣はマイナス、この台もマイナスなんで、まあ単品かも分かんないねっていう。であと毎回毎回1台は絶対入ってそうな番長が、今ちょっとグラフ見れないですけど1台3箱積んでますと。絆も1台見た目的にはうまそうな人が1箱持ってて、シンフォギアも3箱出てますね、3000枚ぐらい。まあ、あのアクエリオンでね1台の六角出てるんで、まあ、もしかしたらこの辺もあるかもわからんと。あとはこれダメな、打っちゃダメな台で出てますね。打っちゃダメな台でいっぱい出てます。あれ牛トラもなんかいいですよ。まあそんな感じで、まあ、6.5 スマスロー 6.5、 ただちょっと犬屋車が本命かなとは思います、火災店の状況的に。まあこの後火災店の方も見に行ってっていう感じです。はい、ということでやってまいりました、ガイモンがいるであろう、ウエスタン火災店の方ですね。ちなみにこのオレンジの傘は嫁の傘借りてきました。ビニ傘がなくなったんで、はい。ただまあね、すでにガイモンがねカンナナの方に来た時にイニア車が2台あって2台とも六角出てるっていうのは聞いてるんで、まあまあイニア車はもちろん間違いない全六なんですけど、他がどんな具合かっていうのもね、はい、チェックしていきたいなと思います。あれあれ絆2がもう2台ズコンと、1台は一撃でもう1台でも綺麗な感じで出てますね。でこれイニア車、うわ六角出てるとは聞いたんですが、マイナスですね。片方はマイナスで、もう1台も多分ドマイナスですね。ただ六角出ちゃってるんで多分やめれないんですけど、でスマスロー、あ、バキ開いてる、抜け即やめしたのかな。うわやば一撃で5000枚ぐらい出てるのかな、5000枚ちょっとぐらい出て、いや今もう空き台かな多分。あ違う、休憩中ってなってたわ、勝手に押しちゃったわ、やべやめてない。あ隣のバキもすごっ、こっちも5000枚ぐらい一撃出てる。設定はないんですか。でもすごいですね、打ってる方曰く分かってるのか分かってないのか、設定はないらしいですけど、まあめっちゃ出たの。ブブブはとりあえずメダルを今持ってる人はいないですね。ただあとはバイオが一箱で、鬼武者はこっちは一撃でまくって2500枚出て、でも今人は変わったって感じで、設定に関しては分からずと。あ花火絶景もちょっと、まあ、これ設定分かんないけどね。あれイニディちょっと臭いか、イニディ2台、1台まだ出てないけど、でも今 AT 中でちょっとイニディワンチャン臭いっすね。2000枚1500枚今からみたいな。ただまあやっぱイニア車2台ともマイナスなのきついっすけど、とりあえず今日2台とも6ってことで、はい、今後の参考にしたいと思います。ということで本日はね東京都ウエスタン環七南火災店での、まあ、ダブルの力でありながらも、スマスロブブブですね。なんかずっとオープニングでもブブブって言ってましたけれども、一応正式名称革命機バルブレイブかな、はい。まあ、導入3日目の寝台がスマスロ、話題の寝台ですね、抑えられましたので、本日は予定を変更してサスログということで評価させていただきます。はい、とりあえず、今実戦の方が終わりまして、まず結果から申し上げます。はい、総ゲーム数で3300ゲームほど回しまして、収支が
投資1万4000円、回収が2919枚ということで、まあ、これだけ見れば、まあ、非常に上出来な感じだったんではないかと、収支で言えば、はい、思います。収支星5、はい、まあ、冗談ですよ、関係ないんでこれは、はい、ということで、まあ、まずね、話題の信頼ということで純増 7.2 枚、高純増で、かつ、まあ、有利区間のね、ゲーム数上限はなく、サマイの2400枚こそあれど、なんかうまい仕組みによって導入前から言われてましたけれども、2400枚を、まあ、無視して貫通して、ループしていくっていうタイプの台ということでしたので、どんなものかと思って打ってみましたが、まあ、今回も項目は通常時と、通常時の方に通常時とチャンスゾーンで、 AT の方に、まあ、疑似ボーナスの ATですね、を一緒に入れましょうか、はい、で最後、総合評価というところで、そこにスペックとか、っていうのも入れたいと思います。ということで、まず通常時ですね、はい、まずゲーム性はめちゃめちゃ分かりやすかったです。シンプルで、でまだね3日目で解析が出ていない、でかつ、まあ、メーカーが3強ということで、今後もおそらくは分かんない、下手したら全く出ない、ちょっとだけ出るの可能性もありますけれども、多分通常時はモード的なもので管理されていて、例えば100 200とか400とか偶数ゲーム数が当たりやすいモードだったり、裏の奇数ゲーム数が当たりやすいモードだったりとかっていうのがあると思うんですが、もう基本的にただゲーム数を消化して規定ゲーム数のチャンスを待つのみとなってまして、レアエク引くと、ゲーム数の、まあ、加算ですか、であとはそのレアからゲーム数の、まあ、ちょっとした特化ゾーンじゃないか、加算ねを、まあ、マックスで今日出たので100ゲーム分加算してくれるみたいなので、とにかくゲーム数を進めていって規定ゲーム数に到達してチャンスゾーン入れましょうねっていう、まあ、分かりやすいです。分かりやすさは、非常に良かったんですが、まあそのこれ打ってなくても見てなくても今の聞いただけで分かると思うんですが、ただ打つだけです、はい、特になんかここで何を引いたらとかそういう話もなく、ただただゲーム数を進めていくだけ、はい、良くも悪くも。でそこから入るチャンスゾーンなんですけども、ちょっと面白いのが、そのチャンスゾーンに入るそのタイミングで参戦キャラみたいなね、はい、まあ、それぞれの公約対応、ベルのキャラ、リプのキャラ、スイカのキャラと、あと全薬対応のキャラまで今日出て、あと多分紫色の子ね、前兆で出てきて結局失敗したんでダメだったんですけど、多分レア役引いたら当たるよみたいな子だと思うんですけど、とまあ一緒に参戦してそのチャンスゾーン10ゲームをやっていくっていうとこなんですけれども、結局今日、まあ、実践データとしては、チャンスゾーンなんかインターネットでは期待度が 50% ぐらいかな確かとか書いてあったと思うんですが、チャンスゾーン自体は、全部で5、6、7、8回入って7回成功してます。これが必要なのか、まあ、設定的なものなのか分かりませんけれども、はい、なんでチャンスゾーン自体は結構こう、まあ、分かりやすく、その、まあ、ベルのキャラだったらベルで、ね、勝つこともあれば、リプレイのキャラでリプレイで当たったり、あとは全部共通で多分レア役でも抽選ですし、V を狙い、あれも結構発生頻度が高くて、あれ1枚役とリプレイが両方中段の煽りと斜めの煽りであるんで、まあ、結構な頻度で10ゲームの間に多分3回とか4回とか来たりして、わりかし揃ったんで、まあ、言っても失敗が1回しかないんでね、はい、なんでまあチャンスゾーン、まあ、面白いっていうか、でも、まあ、まあよく通ったっていうのもあるし、面白いかって言われたら分かんないけれども、ちゃんとチャンスゾーンな感じがしました。結局数字が出てないんでね、分かんないんですけど、なんでチャンスゾーンとしてはまあいいと思います。まあ言ってもね、この後あの AT の方で出てきますけど、まだ超えるべきハードルがありますんで、一発目ただ要は長い長い苦痛のゲーム数を消化してきたチャンスゾーンとしては、期待度的にもね、はい、なんか見せ方的にも悪くないと思います。ということで通常時の評価を下したいと思いますが、星5段階で2です。正直ちょっとおまけして2です。下手したら1まであるぐらい、なんて言うんですかね、そのただやっぱり退屈すぎるっていうところが、これはいいことでもあるんですが、スマスロっていうところでメダルが何もないじゃないですか。なんでコイン持ちも悪いんで、いちいちこうメダルを入れてっていうのがない、ただこうペチ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 、はい、特にあのクレジットがね1000枚とか出た後は本当にずーっとこれやるだけでめちゃめちゃ単調です。なのであれが面白いという人は多分一人もいないとは思いますけれども、まあ、クソかって言われたら、まあ、だからつまんないとか、なんだろう、退屈ひたすら、はい、それだけです。だからまあ2ですね、
はい、ただまあチャンスゾーンがたまたまかもしれないけれどもよく通ったし、なんかね、うん、いい感じがしたので2です。はい、ということで通常時はまあでも別にそんな期待してたわけでもないんで別に妥当な2だと思います。そして AT ですね、まあ、疑似ボノ、決戦ボーナス、革命ボーナス、決戦ボーナスがレギュラーのベル8回の方で、革命ボーナスが、50ゲーム間のボーナスなんですけれども、まあ、まずここですよね。チャンスゾーン取った後はまずどっちかが出てきて、でその革命ボーナスビッグの方だと、50ゲームで 7.2 枚ありますんで、そこから、ゲーム数のホールドをしつつ、666枚の払い出しをすれば AT 確定。これちょっと今までにない仕様で面白かったよね。面白かったし、実際決戦ボーナスじゃなくて革命ボーナスからは最初2回外しましたが、結局あと全部決戦だったんで革命ボーナス4回中2回、無事に666枚払い出して到達いたしまして AT 入ったんですが、まあこれも期待度 55% なんてインターネットでは書かれてましたが、まあおおむね4分の2だったんでいいんですけれども、まあ前役でのホールド抽選っていうところで、でベルもねやっぱ15枚ベルがめちゃめちゃ 7.2 枚だけあってめちゃめちゃ来るんで、まああんだけベルが来るとレア役だけでしかホールド抽選しないと相当きついんで、なんかレア役引いても嬉しくないみたいな、いやだったらベル引いて15枚の払い出し受けた方が近いよっていうのもあるんで、前役っていうのは悪くないし、実際レア役何回か強レア役みたいなのも引きましたけれども、まあそれでホールドもしつつ、ただ何でもない役でもホールドしつつっていうところで、まあまあまあとにかく出玉感がっていうか、出玉っていう表現がまたスマスロだとキモいんですけど、あの枚数がしっかり取れる、やっぱ平均で470枚獲得かなっていうのに実際取れますんで、あの最悪入らなくてもそのパチンコで言えばね、通常引いちゃったけど1500個もらえるみたいな感覚なんで、やっぱりあれは強いですね。いいです。はい、で決戦ボーナスの方ですね、ベル8回の方はもちろん出玉こそで全然、まあ、8回それでも100枚ぐらいですけれども、シンフォギアみを感じるね、その後押し順で突破していくっていうところで、まあ今回私3回やって1回もそこは通せなかったんですけれども、ダメな方も2連続引かなければ大丈夫っていうことで、なんかやれそうな気がする、まあ、インターネットによると 35% で通せるっていうところで、その自力感というかやれそう感っていうところは、あの革命ボーナス決戦ボーナスともにあるんでだいぶいいと思います。はい、そして待ちに待った AT ですよね、革命ラッシュ、純増 7.2 枚で10ゲームから100ゲームの初期ゲームを持って、ゲーム数の上乗せセットストックの抽選をしつつ、最初は 77% 継続を3回継続させてくださいと、それをやると 90% ループに移行しますよっていう、まあ、これもなんかパチンコでね似たようなバカボンとかみたいなイメージですよね。最初はまあ低めの継続率って言っても 77% あるんですけど、はい、っていう2段階制の AT で、まあ、これボーナスから疑似ボからそうなんですけど、とにかく早いですね。はい、まず印象として異常に早い、 7.2 枚っていう純増であんだけのゲーム数続く、やっぱ 6.05期リゼロ純増8枚300ゲーム完走、俺はしたことないけれどもっていうのが、まあ変な話半永久的に続く可能性を秘めてるっていうところで、あの速度は私パチスロ18年打ってきて初めての体験で、まあすごい、とにかく衝撃、それだけですごいって思えるレベルでした。でただ AT 自体が楽しいかと言われると、まずデータ実践の事実として、レア役京都レア役って一番偉いやつは1回もその中で引けなかったんですが、まあ、強制チャンス目 B あたりの偉そうなやつを引いても一度もゲーム数上乗せや、セットストックをすることはなかったので、まあ、相当低い抽選確率だとは思います。京都レア役っていうクソ偉いやつ以外はほとんど空気な気がしますけれども、それでもね77% ないし上がれば 90% を持っているんで、こうその3ゲームの腹切りチャレンジですか、継続のところに関してはひりつきっていうか、ああ頼むよっていういう感じは、だからまあそこは楽しかったけれども、まあひたすらただ消化するだけではありましたが、それを補って余りある 7.2 枚あの速度、はい、そしてボーナスね、その1個前の疑似ボに関しては良いというところから星5段階で4上げれますね。はい、5上げれるかといえば、やっぱりこうゲーム性というかこう面白みはそこまでないけれども、あの速度で、あの要は今回ね私一撃3800枚も出ましたけれども、あれはもうあの出玉が出る
っていう表現がねスマスロだとキモいんですけれども、結果数字としてあんだけ出るっていうところがやっぱり結局パチスロって勝てば楽しいとかっていう考え方からするとやっぱ非常に評価には値する、はい、あの速度、あの出玉、なんていうの、もう力、力、力だよね、あの台は、うん、ただやっぱりもうちょっとなんかこうなんかゲーム性みたいなものが、ただそれは初打ちなんで知らないだけで、実はいろいろね抽選、複雑な抽選とかこうでああでっていうのがあるかもしれないんで、はい、分からない、だから星5の可能性も十分に秘めてますが、今日の私の体験からすると星4ということになります。はい、サスログエンディングが長いんだよね、ピロタ付き合ってね、はい、さあ最後総合評価なんですけれども、まあ、ここにはねこのバルブレイブの立ち位置、ホール内での立ち位置であったり、あのもちろん機械割りであったりとかっていうのも総合的に考えていきたいんですが、まあ、普通に言ったらね通常時星2って AT 中星4とかだったら、じゃあ間取って星3ぐらいって言いたいところなんですが、まず機械割りが 114.9% という非常に高いところで、いわゆるコイン単価っていうね、あんまり一般ユーザー私も含めてあんまり縁がない言葉なんですが、まあ台の粗さですよね、スランプグラフの上下の多分振れ幅を表す、はい、ポイント単価なんていうので言うと設定位置で 4.5 円とかいうやつで、まあ、いわゆるクソ荒い5号機でいう外線とかハーデスよりも荒い機械だっていうところも含めて、ただスペックはこう 114.9% 高い、6はねで設定6の満枚突破率が 25% と、言われてまして、で、まあ、現実かどうかは分かんないけれどもね、まあ、すでにもうコンプリートのね1万9000枚報告も3日目にしてすごい出てるというところで、満枚報告も多数というところで、まあ噂にたぐわない、はい、出玉の力を持って、で設定1でも満枚突破率 4% というところはあるんですけれども、はい、であとただ3強っていうことも考えないといけないんですよ。まあバルブレイブに関しては分かんないですけども、これまで3強っていうメーカーはパチスロに関してやっぱ解析を他のメーカーに比べたらかなり出さないで有名なメーカーなんで、これがねユーザーにどう受け取られるかっていうのも非常に懸念点ではあるんですよ。ある程度出した方が設定差であったりとか、設定差じゃないところでもね、これはこういう抽選でこうなるからこうなるんだよっていうのがちょっとはね、全部は言わなくてもいいんですけど分かった方が、打ってて楽しめると思うし、稼働もつくと思うし、で設定差も完全に分からない終了画面だけなんて言ったらやっぱね厳しいと思いますし、っていうところでこれまでの三強の設定判別要素の出さなさとかから少し懸念しているところではありますが、スマスロだし頑張ってほしいなと願うばかりでありながら、前置きが長くなりましたが、やっぱこの衝撃、スマスロっていうだけじゃない、スマスロって言ってもね、 6.5 号機の有利区間のゲーム数が4000ゲームが撤廃されただけなんですよ。はい、3枚で2400枚とか何にも今までと変わってない、ただメダルがなくなっただけなのに、バルブレイブがスマスロの1号で出ちゃったせいでなんかスマスロすげえんじゃねえかって思っちゃうぐらい、それだけの衝撃を私は受けました。まあプラス方面にもマイナス方面にも、ということで総合評価星4、これはじゃあこの台をすごい打ち込んで楽しいな面白いなって思うかって言えば、本日時点では思いません。クソつまんないとは思わないよ、もちろん。ただパチスロの一つの最大のね、こうみんなの喜びである、めっちゃすげえ速度でめっちゃ出るっていうところは十分満たしている、現にそれを体感しましたし、はい、なのでなんかパチンコみたいなイメージですよね、ちょっとイメージ、通常時つまんねえけど右入ったらバーンって出るみたいな、正直打っててなんかちょっとパチンコっぽいなって、メダルがなかったのももしかしたらその考えをね後押ししたかもしれませんけど、はい、なんで総合的には星4、全部が全部パチンコ屋のねパチスロが全部ああなったらあーってなっちゃうかもしれないけど、今この環境下においてあの台は必要だし流行ると思います。はい、ただそれもホールの設定状況やメーカーのその情報の出し具合にももちろん影響するんで、ぜひともねメーカーの方にもホールの方にもいい付き合い方をしてほしいなと思う一ユーザーの意見でございました。ということでいろいろ込めて星4となります。はい、ちなみにピロタ今日初めてサスログ付き合いましたけど、ピロタ的にはどうだった、後ろで見ててブブブ、めっちゃいいと思った俺が20分ぐらいかけてクソ長く語ったのめっちゃいいと思いました。ちなみにじゃあピロタもう星は星、もうピロログ
ピログ 3.8、 あ、ずる、俺点いくつをなしにしたのにずるいな。ピログでは 3.8 でした。はい、で AT が、ゴミで契約の部分、あ、 AT 中のね、なんかなんかしてるようなほぼしてないみたいな。あ、そうね、あ、今んとこね。だからもしかしたらね、いろんな情報とかそういうのが出てきたらすごい楽しくなるかもしれないし、ただの出るマシンかもしれないけど、ただ出るマシンであることだけは間違いないというのが分かっただけでもよかったんで、サスログ星4、ピログ星 3.8 ということで今日はおしまいにしたいと思います。はい、ちなみにこんな感じで、ちなみにでもないんですけどね、はい、いただきチャンネルの収録予定こんな感じになってまして、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。この動画ちょっと多分先出しすることになるんで、今私13連戦の真っ只中、今日が6連戦目なんですけれども、はい、まだまだ後ろにもいっぱい、あと1週間控えてますんで、まあ、また打つ機会があればブブブまた打ってもいいなと思うし、まあ、バキもねちょっと興味あるし、リノはちょっと別にいいかなっていう気はしてますけど、はい、そんな感じで動画今後ともご視聴いただければと思います。ということで勝ったんでよし、お疲れ様でした。